ジョン・ヘンリー・イートンジョン・ヘンリー・イートンはアメリカ合衆国の政治家。1829年から1831年まで第13代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1790年6月18日、イートンはノースカロライナ州ハリファックス郡のスコットランドネックにおいて誕生した。イートンは1807年にノースカロライナ大学に入学し、 法律を学んだ。1808年、イートンはテネシー州に移り、父が所有していたウィリアムソン軍フランクリンの土地に居住した。1812年の米英戦争では一兵卒としてアメリカ陸軍に参加した。イートンは1815年から1816年までテネシー州下院議員を務めた。イートンはその後1817年に、 アンドリュー・ジャクソンについての電気ザ・ライフ・オブ・アンドリュー・ジャクソン、メジャー・ゼネラル・イン・ザ・サービス・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツを観行し、また、フロリダ半島の土地へ登記を行った。1818 18年、イートンは、衆議会において、空席重当のため連邦上院議員に選任された。イートンは1821年の改選でも再任を受け、 1829年まで連邦上院議員を務めた。合衆国憲法には連邦上院議員は30歳以上でなければならないとする規定があったが上院議員就任当時のイートンの年齢は28歳であった。これは当時の周囲の人々がイートンの年齢記録を実際に確認していなかったために起こった出来事であった。30歳未満で 連邦上院議員に就任したのは、イートンの他には、バージニア州選出のアーミステッド・トムソン・メイソンと、ケンタッキー州選出のヘンリー・クレイだけである。1829年に、アンドリュー・ジャクソンが大統領に就任すると、イートンは、ジャクソン大統領から、陸軍長官に任命された。イートンはしばしば、郵政長官、エーモス・ケンドールと共に非公式の政策集団。 キッチンキャビネットの一員として、風刺的に言及された。1831年、イートンの妻マーガレットにいるイートンを新政権の閣僚を夫人に認めるかで、閣僚内での対立が勃発した。結局、イートンはこの事件の責任を取る形で、陸軍長官を辞任した。1833年、イートンは連邦上院議員に立候補したが、敗北した。 イートンは1834年から1836年までフロリダ準州知事を1836年から1840年まで中スペイン公使を務めた。1856年11月17日、イートンはワシントン DC で死去した。イートンの遺体はワシントン DC のオークヒル墓地に埋葬された。以下の地名はイートンにちなんで名付けられた。 ありがとうございます。